こんにちは、しおさんでございます。今回は川口の麦味噌を使ったラーメンがうまい、味噌と思えない優しさ、唐揚げもうまいお店を紹介させていただきます。川口市の芝東町、川口で作られた麦味噌を使用した美味しい味噌ラーメンを食べられるお店、一度食べるとまた食べたくなる唐揚げも美味しいお店、名前は満開屋芝東町店です。こちらの満開屋さんは味噌ラーメンのお店、店内に早速入っていきます。店内はこちらのようにカウンター席、テーブル席、ゆったりしているのが特徴でもあります。もう見るだけでゆったり感伝わりますね。そしてキッチン側に面したカウンター席もあります。その満開屋さんはこだわりがテーブルの上に書かれていました。大切なお客様と題されたお店が大切にする思い、そちらの横には美味しそうな特製のラーメンの絵、そしていろんなラーメンの写真、スープや麺、味噌に対するこだわりが書かれていました。メニューはこちら。このメニューを見るとなんか温かい気持ちになってくる、そんな表紙になっていました。早速見ていくと、特徴はいろんな種類の味噌ラーメンがあることです。そう、1種類2種類ではなく、ほんといろんな種類の味噌ラーメンが用意されているんです。その中の一つにこちら麦味噌と書かれた川口で作られた川口おなり道味噌を使った味噌ラーメンなんです。その麦味噌を使った麺はこちらのポップにも書かれていました。川口という町が好きだからこそ他では食べられない素敵なポップですね。さらに醤油ラーメンや塩ラーメンもあります。そしてもう一つの特徴は鶏の唐揚げ、こちらもオープン当時から唐揚げに力を入れている、そのことを感じるくらいに唐揚げも充実していました。トッピングメニューもあります。そしてこちらの塩タンメンも気になりました。こちらは期間限定と書かれていました。美味しそうに見えますよね。そんな味噌を中心に置いたこちらの満開屋さんの特製麦味噌ラーメンです。もう見ていただくと分かるようにめちゃくちゃ具沢山ですよね。チャーシューが大きいのがすごい伝わります。この厚みのあるチャーシューはインパクトある、そしてめちゃくちゃ乗っているネギ、そして刻まれたチャーシューや、この下にも実は具材あります。そして一見すると濃厚すぎる感じのこのスープ、これが実はめっちゃ優しい味わいのスープなんです。ほんとびっくりする、そのギャップ感がすごいたまらないんですね。そして具沢山すぎて麺がなかなか出てこない、それくらいに具沢山です。麺はこちら太麺の縮れ麺を使用しています。この濃厚、実際に濃厚なんですけど優しい味わいのこのスープによく絡むコシのある麺を使用しています。ほんと食べ始めると野菜の量にもほんと納得します。それくらいに野菜がたっぷりなんですね。このネギだけではなくてほんと野菜がたっぷりなんです。このように野菜がどん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 出てきます。もやしを中心に野菜がたっぷり入ったこちらの特製麺、中にはこのカットされたチャーシューも入っています。そして野菜の食感がほんとたまりません。食べれば食べるほど野菜の量を感じる、これもまた優しいと感じる理由の一つでもあります。食べながらどん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 野菜も一緒に麺と食べていきます。
不思議なのは食べれば食べるほどこの味噌ラーメン優しい味わいを感じるんですね。味噌というとどちらかというと塩気の方が強い、そのイメージがあるんですが、この川口の麦味噌を使ったスープ、これは優しい味わいの方が感じるんです。そして野菜の中にはこのチャーシュー、カットされたチャーシューもたくさん入っています。メンマもたくさん入っていました。そのメンマも美味しいです。またチャーシューが出てきました。そして一口サイズのチャーシューも一緒に野菜と麺いただきます。そうするといろんな食感が一度に楽しめるので、またさらに美味しく感じます。一口サイズのこのチャーシューがゴロゴロ、これはいいです。もちろんこちらのチャーシューもうまいです。分厚いですよね。そして柔らかい。食べるとその美味しさがわかるのと、スープにめちゃくちゃマッチしてるのが伝わっていきます。スープと麺との相性、これが本当にいい味噌ラーメンです。優しい味わい、味噌と思えない味わいにはまっていきます。途中で一味を入れました。結構一味を入れました。しかしこの麦味噌ラーメン、もともとのスープが優しいので、そこまで辛くならずにこの優しい味わいの方が勝るんですね。味玉も美味しい感じに仕上がっていました。野菜はほんとたっぷりです。まだありました。チャーシューも一緒に食べていきます。そして最後の方の野菜をいただいていきます。麺と野菜、こちらを最後までいただくと、最後残りはスープです。このスープ、また飲めば飲むほど飲みたくなる、そんな優しい味わいの味噌のスープ。味噌と思えないまろやかさ、ほんと塩気よりも優しい、そう感じるスープがつい飲んでしまう魅力につながっていました。もう一つ魅力はこの唐揚げです。今回は唐揚げのタルタル3個をいただきました。唐揚げ一つ一つがでかい、なので注文には少し気をつけたい、そう感じる大きさです。タルタルソースも惜しみなくかけられていますよね。めちゃくちゃたっぷりのタルタルソース、そして見るだけで美味しさが伝わります。いろんな具材感伝わりますよね。そして食べてみると食べ応えが本当ある唐揚げなんですね。サクッとジューシーということで、衣は薄く肉はジューシー、美味しい仕上がりの味付けにもなっています。このタルタルソースともめちゃくちゃ合って、タルタルソース自体がしっかり具材を感じるので美味しいんですね。なのでもう食べれちゃいます。このような感じで2つ目、3つ目とさらにいただいていきました。かなりのボリュームでしたが、美味しくて一度知るとつい頼みたくなる唐揚げです。満開屋さんでいただいて感じたこと、それは川口味噌の美味しさと川口のこだわりです。この麦味噌、本当に美味しいと感じました。川口おなり道味噌、このまろやかな優しい味わい、ほんと食べるとその味の美味しさにはまります。それくらいにこの優しく、味噌だけど味噌と感じない優しくて奥深い味わいがほんと好きになります。それくらいにこの味噌、ほんと不思議なんですね。なのでこちらの味噌ラーメン好きになりました。そんな麦味噌をはじめとしたこちらの満開屋さんのラーメン、味噌ラーメンへのこだわりがほんと伝わるくらいに、たくさんの種類がある味噌ラーメン屋さん、その味噌ラーメンに対するこだわりと広がり、そんなことから味噌ラーメンが好きな人にはほんと
おすすめのラーメン屋さんである、そのことを感じながら今回編集をさせていただきました。味噌ラーメン好きの人はぜひ訪れてほしい、そんなお店の一つです。満開屋さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。